皆さんこんにちは。今日はホームステイの話なんですけども、今生配信してて、質問がありました。留学でねホームステイするんですけど、そのホストファミリーとなんかこう気をつけるべきことはあるでしょうかっていうことで、ちょっと話していきたいと思います。僕はそういった留学で、ホームステイとかそのホストファミリーとかのそういう経験はないんですけども、よく聞く話とかをそのいろいろね踏まえた上で、アメリカで育ったアメリカで生まれ育った私が常識的になんかこう思うことをちょっとシェアしていきたいなと思います。はい、それではスタート。お世話になります。よろしくお願いします。いいのよ、いらっしゃい。なんだかいい感じじゃないですかね。でもな、あんまり英語喋れないしな。まあ留学してるうちになんとかなるかな。ゴニョ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 ディナーテーブルとかでさ、そうなのとかなったらそう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 Wait! ちょっと待ってよ。いや、連れてってよっていう話になりますよね、自分だったら。なんで俺、なんでお留守番なの、なんでなんでみたいな。まず、一番大事なポイントなんですけど、英語をある程度喋れた方がいいですね。もちろんね、英語力を身につけたいから留学しに行くっていう人はとても多いと思うんですけど、にしても、自分の意思を伝えることができるレベル、でも文法とか発音とかはまあいいとして、それぐらいの能力じゃない、それぐらいのレベル、にはしといた方がいいと思うんですよ。その留学する前に自分でできることってたくさんあるんですよ。いっぱいあるじゃないですか。そのネットでさ検索するとか、このフレーズはどういうのかとか、動画とかもいっぱいある。そして井上城の英会話レッスン joeyinoue.comとかもね、僕やってますんで、もしそれが何かのお役に立てたらいいなって思う日々でございますけども、そうある程度はやっぱりね、コミュニケーションを取れるようにしとかないと、すごく、僕は個人的にめちゃめちゃ嫌なんですよ。自分があんまりその喋れない言語で周りの人がワワワワって話してて、こっちチラリって見て、いやジョー何何何え今何て言ったのって言っても、ああ大丈夫大丈夫みたいなさ、キーポイントぐらいは抑えたいなみたいなところあるじゃないですか。まあリスニングが違うにしても、リスニングがそんなにできないにしても、いやちょっとそれ違うんじゃないですかっていうぐらいの英語力は身につけといた方がいいですよね。意外とそのなんですかね、日本だとこう空気を読んでもらってなんか察してくれるみたいなことって多いじゃないですか。意外とないからね、海外はね。だからなんとかなんていうの察して、いい風にこう扱ってくれるだろうなっていう他力本願系で言っちゃうところがね、トラップだったりするんですね。トラップって、ちょっと意味違いますけどね、その自分的な気持ちとしてね、その落とし穴があるということですよ。なんかうまくなんとかなるっしょって言っちゃうと、その何ですかね、周りの人たちのいいようにこう進んでしまうことがありますね。あ、じゃあ今日も皿洗いやっといてね、ああよかったよかったみたいな感じの話もよく聞きますからね。皿洗いずっとさせられるみたいなさ、とかなんか要するに、えお手伝いさんだっけ私みたいな、そういういろいろさせられたみたいな話をよく聞くので、そういう時になんかこう、まず疑問を持つことは大事ですよね。なんかこういうものなのかなと思ってこう我慢しちゃう人すごい多いと思うんですけど、自分も含めてそうなんですよ。でそういう時にそのホストファミリーどうやって変えるのか、その段取り僕は知らないんですけど、なんていうのかな、我慢しないで俺はいいと思うんだよね。我慢しないでいいと思うから、なんか違うなって思ったらもうすぐ変えていいと思うよ俺は。自分を信じた方がいいと思う、そういうのは。でせっかく留学してさ楽しい時間を過ごそうと思ってんだから、そこでさ嫌な思い出になったら、いやもうずっと残るじゃん。だからそこは、そのホストファミリーを変えるためになんかあるんでしょきっと段取りが。それを俺だったりしますね。そうあのね、
謙虚なのは大事だけど、でも自分が思ってるほど謙虚じゃなくてよかったりするのよ。っていうか、あの常識的なことよ、あーお邪魔するぜとかじゃなくてさ、そういう意味の謙虚じゃなくていいんじゃなくて、その、うん、自分が疑問を持ったことにはその素直になっていいと思うんですよ、うん、そしてあんまりなんつうのかな、こう利用されないようにした方がいいよね。というのはおとなしい人やっぱ多いですから、その日本の方はね、特にこう海外行った時とかさ、でいいように使われちゃうことがね結構多いんですよね、うん、まあ話によるとむしろあれですね、日本人はだからそういうあんま文句を言わないから、こう結構その何にも世話してくれない家族のとこに置かれてしまうという、そういった話さえ、あるらしいですね、うん、まあこれが本当かどうかわかんないですけど、なのでまあ、ちょっと難しいかもしれないですけど、少しこう、しっかりした方がいいですね。しっかりした方がいいっていうのは、あ、何言われても大丈夫だよっていうオーラじゃなくて、ね、そういった意味の日本では通用する謙虚な感じじゃなくて、なんかこうしっかりこうぐんと凛としてるのは大事だと思います。お邪魔させてもらってるけど、なんつうのかな、日本ほどそのお邪魔させてもらってるからうーってなんなくていいと思うんですね。結構あの日本とかそういった、まあ日本以外のアジアもあるかな、東アジアっていうか、そういうとこ特有なんですよね。そのお邪魔させてもらってるんで、もうなんかゴミのように扱われても何も文句言えないですねって、すごくなんかこうあのあるよね、そういうの日本ね、あの人によってはね。でそういうのはちょっと忘れていいと思うんだな、うん、こう必要最低限のお邪魔させてもらってますっていうのはもちろんね、あの思いながら、でもなんかだからといってなんかそのね、自分が違うって思ってることをされたら、いやもうあの遠慮なく返させていただくぜっていうぐらいの気持ちでええねん。それぐらいのエネルギーがないと海外留学っていうのはあの大変になると思う。別にあのそのホームステイとかじゃなくても、うん、普通に日常的に、海外で暮らしててもそういうのは必要になってくるから、だからそういうのを留学した後になんか痛い目見て学んだわじゃなくて、行く前から心得ておくと話が早いわけですよ、うん、その痛い目見て、ああなんかこうそうかそういうレッスンだったかで戻ってくんじゃなくて、そういうなんていうのかな、しっかりしてないとなるほど舐められてしまうんだなとか、いいよいい風にされてしまうんだなっていう気持ちで臨んだ方がなんかこうショートカットできるじゃん、うん、それを理解した上で、楽しみに行けるというか、だからあの英語も、ある程度やっぱり喋れた方がいいんですよ。まあ、あの自分で喋れないと思ってるかもしれないですけど、日本人すごい多いから、そういうあの今言葉のあれがちょっとなんていうのかな、セレクションがあれかもしれないですけど、あのコンプレックスを持ってる人多いから、うん、あの単語はすごい知ってるのに、ね、まあ、以前動画でも僕話しましたけど、カタカナ英語とかでもすごいあの使えるのいっぱいあるんですよ、海外で、その英語圏で。そういうのを駆使して思いっきりなんていうのかな、あの必要最低限のレベルに自分をしておいて、留学する前に。で、英語を喋って変な発音だったらバカにされるかなとか、もうそういうことは言ってられないですよ、うん、逆にそれで黙ってた方が、もうだからそのいいように使われちゃったり変な風になっちゃったりする可能性がある。それを考えたらやっぱ伝える意思もうそこだからね、割と、うん、なんか自信を持って話さないと、あの舐められるからいいんですよ。発音が変でも文法が変でも、とにかく自分の言いたいことは伝えてんだから、うん、まあ、それが伝わんなかったにしても、でもその努力はしてんだから、うん、っていうところなんですよ。だから そのメンタリティでまずこうバッて言った方がいいですね、うん、はい、ということでですね、まあ、そういうのがあります。で次は政治的な話、政治と宗教の話は絶対しちゃダメってい う考えですね、僕はね。いや本当にこれでね、もうあのうん、そう、それはね心得ておいた方がいいですね。でそれを聞かれても、あのあなんて答えたらいいんだろうって思う人もいると思うけど、それはパーソナルなことなんで話したくありませんって普通に言っていいんですよ。もちろん
こうあの丁重なね断り方というか、あ、いやですよとかじゃなくてさ、まあ、そこは常識じゃないですか、常識的な感じでさ、その嫌な感じじゃなくてね、丁寧にあれすればいいですよ、あ、それはパーソナルな話なんでって、そういうのはあの普通に、言ったりしますから、アメリカでも、うん、アメリカじゃなくてもね、うん、それはもうだってパーソナルなことなんだから、うん、それはあの話したくないですね、でもそれでも、なんでだよみたいな、それなんかグイグイ来てそれでも無礼な感じだったら、まあ、僕だったらあの買いますね、ホストファミリーね、だってそんな聞かれるあれないもん答える義務ないもん、うん、そんなパーソナルなことをグイグイを聞いてくるっていう、そんななんかこうあのまあそのあのグイグイ聞いてきて、ちょ、話したくないですっていうのにそれでもまだグイグイ来て、でなんか嫌な感じになったりしたら、いやそんなの知らんがなって話やん、うん、そんな人たちと俺は一緒にいたくないから、そこも 俺にとっては疑問点になるんで、あの変えますね、うん、っていうとこです、はい、それぐらいでいいんですよ、うん、もうあのくどいかもしんないけど、疑問に思ったらもうそこは素直に正直に言ってあのいいんですよ、そのあの行くってこのあのまあまあ行くってことね、うん、そうそうそう、行っていいんですよって行くの、まあ、いいか別にそのその、 あの説明はいいか、うん、あのね、こだそのなんていうのかな、あの日本人はシャイな人が多いじゃないですか、あでそれがあだとなる可能性ってすごい高くて、あのなんかこう得体の知れない人になっちゃうんですよ、それ喋れないからってこうちょちょ、じゃあおとなしくしてよ、すんって座ってたら何考えてるか分かんないなこいつって思われることがね非常に多くて、うん、やっぱ日本と違うじゃないですか、日本の場合はこう行儀よく座ってることによって、あこいつできるみたいなやつあるじゃないですか、そういうのが通じる場合と通じない場合がありますね、本当にこいつ何考えてるか分かんねえな、なんか得体が知れないなみたいな感じで、でなんかその、うん、寄って下に見られるとかさ、なんかやっぱ変なやつだなみたいな風になっちゃったりするんで、そこはねもうガツガツ話してった方が俺はいいと思うんですよ、 そこがねすごい大事なんですよ、うん、もう本当にあのカルチャー違いますから、うん、だから話したら変だと思われるから黙って、逆なんですよね、うん、話してないから変なやつだと思われて、でそのホームステイのところのさ、まああのなんだわかんないけどキッズとかにもすげえ変な人が来たわうちにみたいになっちゃうこともあると、でなんかこうはぶられるみたいな、まあ最悪いじめられることだってあると思いますからね、うん、だからそこはしっかり意思は伝えるぜっつって、でなんかこうすごい舐めてくるようだったらみたいな、ちゃんと俺は言うよそれぐらいの気持ちで言った方がいいんですよ、マジでそういうとこですよ、ああぶっちゃけあの海外ってほとんどね、はい、そうそうそう、黙ってたらバカに思われるから言わなきゃダメだと教わった、そうそうそう、いや本当にね、あのそういうノリはありますよ、うん、黙ってるとこいつなんか喋らないのかな、バカなのかなみたいなのありますよ、あのアメリカとかって本当に英語喋れないイコールバカみたいな風に見る人多いから、うん、だそれはね、だ文法が違ったり、ま、間違ってたりその発音がちょっと変でもなんか薬クスクスみたいな人ももちろんいますよ、いるけどそれに負けてたら、てかそもそも留学しに来た理由ってさ、そこを上達させるために来たんじゃないのかみたいなのあるじゃないですか、まあもちろんその駐在員とかでその親の事情で引っ越さなきゃいけないとかだったら話別ですけど、その自分で留学してそのね英語力アップさせたいと思ったんだったら、もうそこをあの話していくしかないから、別にそんなクスクスとかであの心折れてちゃダメなんですよね、うん、それでも俺は話した方がいいと思う、うん、それ話してクスクスの方がその黙っててこいつバカなのかなみたいなさ、でコミュニケーションもなんかね、そのミスコミュニケーションっていうか得体知れない変なやつみたいな、それよりも全然マシだと思ってるし、っていうかあのまあ個人的なねあの考えですけども、でもかなり当てはまると思うんですよ、うん、それで、言えることがあるとするならば、他にあのこうなんていうの、こうアクションも少し勉強してった方がいいと思うよ、あのアメリカ人と話す時の感じ、まあアメリカじゃなくてもいいんだけどね、その、 あの質問された方がアメリカに留学っていう話だったんで、ずっとあの基本的にアメリカの話なんですけど、まあその違う国だったら違う国なりのそのボディーランゲージのこう動き方とかあるじゃん、ボディーランゲージというかその仕草っていうかさ、まあドラマとか映画見てでもさ
分かるように動き違うでしょ、みんな話してる時の。そういうのをしっかりと、覚えておくというか、日本とは違ったりするから、こう首、あ、そうですね、ああペコペコとかじゃなくてね、まあ、俺もねそういう癖で本当になんかねうなずきまくっちゃう、うなずきすぎてもうなんか首のディスクずれてんじゃねえかみたいな感じ、本当に辛い人生なんですけど、あ、関係ない話でした。そういうのを難しいと思うけど頑張って、ステイする国寄りにしていくっていう、あのほとんどもう頭ペコペコしないでいいからさ、ふむってうなずくぐらいだけでいいんで、もうあーすみたいなやつ一切いらないんだよね。そう、もう対等っていう気持ちでいいんですよ、大事なのは。お邪魔させていただきますね、まあその気持ちはあって、でもあの対等ですっていう、人として対等なのでみたいな、そういう感じで行った方がいいよね。だからそっちに、なんていうの、その行く国の仕草とか雰囲気に寄せていかないとダメだと思う、コミュニケーションの一つだと思うから、で、まあファッションのことだな。マーベルとかバンズの服や小物持って行ってもダサく思われないでしょうかと。基本的にマーベルとかバンズは大丈夫だと思うんですけど、もちろんそのなんだ、いろんな人がいるから、まあでもマーベルとバンズは大丈夫と思うけどね。逆になんだろうな、あんまりそのどうだろう、こう、まあ、男子だったら男子だったで、割とこうフェミってるのがかっこいいとされるじゃないですか、日本の場合って、だからそれで はてなってなる人もいるかもしれない。なんかあのファッション的にさ、なんだろう、やっぱどうしてもアメリカのとかの男性の平均と比べるとこうちょっとフェミってるファッションだったり、こう髪の毛のこうフィ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 みたいなのあったりするじゃないですか。それも全然あの、あ、なんていうのかな、大丈夫なやつもあるんだけど、そういうのもちょっと気をつけた方がいいかもね。現地の人たちがどういう感じのものを着てるとか、どういう風に髪の毛をあれしてるかとか、見といた方がいいかもしれないね。そういうのはある。まあ、女の子もそういうとこあるかもしれないけど、でも男性の方が気をつけた方がいいかもしれないね。そうだから、中性的な感じ多いじゃない日本って。やっぱこうイケメンとされるのが、でそういうのが逆にあれそっち系なのかなみたいな風に思う人はあのいるはずだから、アメリカでも。それ別にあのどっちがいい悪いとかじゃないんですよ。僕どっちもあのファッションっていうかさとして、いいなと思ってるんですけど、そのあのなんていうの、ホームステイ先の人たちがどう思うかはちょっとシミュレーションしていった方がいいっすよね。まあ単発多いしね、アメリカに。まあだからといって単発にしていけってわけじゃないんだけどさ、別にそれは自分で決めればいいんだけど、まあそうだな、着てるものとかも今流行りのものは何かなっていうのを見て、そういうのもいいかもしれないね。まあでもね、あのあんまりね、そのファッショナブルな人はね、みんなが思ってるよりもね少ないから、アメリカって。まあそれはね、ハリウーとかそういう感じの場所になるとおしゃれな人とかも出てくるかもしれないけど、あのまあぶっちゃけて言っちゃうと、アメリカ結構ダサいから着てるもので、もそのダサいなりにも周りの人と同じもん着てないと、なんだそれ変なシャツだなとか言ってくる矛盾があるから、いやお前ダサいやんけ、お前らの方がダサいやんけと思うこといっぱいあるんだけど、まあなんだけど、でもそのなんかこう、まあ、T シャツ短パン、でスニーカーみたいな感じで普通だと思うよ。であとフード付きパーカー、みたいな感じが、まあ、でもどの州のどの町に行くかにもよるんだけど、あのぶっちゃけダサいからさ大体のファッションはアメリカの、大体ダサいから、あのおしゃれな人もいますよ、もちろんもちろんいるよ、いるけど、あのあんまりおしゃれにしすぎてもなんかこうえっていう人もいるかもしれない。逆にそういうのクールだねっていう人もいるかもしれない。だからそこ難しいとこですね。でもマーベルとか DC は本当にアメリカ人好きだと思うし、そう、まあそこでちょっと鈴宮春日着てったらどう見られるか分かんない。別に鈴宮春日がどうって言ってんじゃないよ、俺あのそれがあの良くないって言ってんじゃないよ。だからそれ何みたいな、それ何なのみたいな、それアニメなのそれは、
Is that anime? みたいになるかもしれないから、逆にそれがね、つぼったりするかもしれないから、Oh, Suzumi! Oh, yeah! みたいな、俺好きだぜっていう人もいるかもしれないけど、なんてなるかもしれないから、あの文化的なところのあれね、うん、はい。そう、だからさ、あの、捨て先の人がさ、その和光堂とかかな、大体の場合和光堂たちが、アニメファンだったら話結構早いんですよね。話早いっていうか、すごくうん、ポジティブな方にね、行きやすいというか、おーっつってアニメ見るのみたいなさ、ドラゴンボールイエーって、もう話盛り上がるじゃん、そういう感じで、うん、そういう場合はね、あの、理解があるから良かったりするよね。あの、ステイ先としてはね、すごくいいと思います。あとは、うん、まあ共通のスポーツが好きとか、サッカーやるんだ、俺もやるんだぜとかだったら話しなかったりするしまあそんな感じですな、うん。まあ、あとは出される食事が口に合わないっていうのをもう、あの、シミュレーションしといた方がいいですね。でしかも長い間行ってる場合はさ、もう特にもう自分の食べたいとろろそばとかさ、納豆定食とかもうほとんどないから、その確率的にね、場所によっては全く日本食ないじゃんっていう。おう、君、あの、ジャパニーズレストランあるよって連れてかれて、なんか全然フュージョンのなんかへんてこなアジアンレストランみたいな、そういうね、確率もありそうだね。おう、これがあれだろう、ふるさとの味ってやつだろう、全然ちゃいますみたいなさ、パターンあるかもしれないからさ、おう、イエスっつって、なんちゃらかんちゃらチャイニーズフードだよって、それもなんか全然本格的中華じゃなくてさ、なんかもうコテコテの名前でさ、なんとかちゃんちゃらみたいになってさ、で出されて強盗、いやこれ違う、あ、ううわーみたいなのも想定しましょう。はい、食事はね、そう、あの、ぶっちゃけね、味音痴な人多いんで、その日本人的な感覚からいくとね、うん、そんなね、あの、出汁効いてるなとか、あの、ほとんどないと思うから、それはあの、覚悟しといた方がいいですよ。もう塩じゃんこれただとかさ、ただのこれもうソースガー入れてるだけやんとか、あ、めっちゃ揚げとるやん油やん塩やんみたいな感じとかね、しかも昨日も食ったやんこれ、その前も食ったやんみたいなのも、考えておかなきゃダメですね。だ、食事結構ね、ダウンしちゃう人が多いような印象を受けますんで、なんだろうね、俺だったら行く前に、留学する前にめっちゃ食っとくかな、日本食のさっぱりしてるもの、うん、下手したら米とか一切出てこない可能性あるからね、その町でね、買えるもので、まあライスとかあるけど、これまずみたいなやつとかさ、になるかもしんない、うん、だからね、さっぱりしたものはね、あれした方がいいですね。で、あと、その日本から持っていくときにね、なんか、あ、お茶漬け食べたくなるだろうなとか言って、お茶漬け持っていくとか、あのね、そういうのも、ね、気をつけた方がいいと思う。なんか変、あっちからしたらさ、なんだそれみたいなものいっぱいあるじゃん、日本の食品でも何でも。そこで、ってなんかこう、なんていうの、変なものを見る目で、自分も見られたりする可能性があるから、なんかあんまり、そうだね、アメリカ人が知らない、得体の知れないものは持ってかない方が良かったりするよね。なんかその、なんか変に思われちゃうことがね、あったりするから、なんかあの、まあ、ホームステイする場合は違うかもしれないけどさ、なんかこう、お弁当を持ってって、パカみたいな、まあ、今の時代はカリフォルニアとかだったら昔と比べて大丈夫だと思うんだけど、弁当とかあるからさ、なんだけど、なんかそのサンドイッチみんなで食ってるところに一人だけ弁当持ってって、ちょっとそれいじめの対象になったりとかありえるから、だからあんまり変なものを持ってかない方が、あの、ポテトチップとかさ、あ、これはあの日本のお菓子なんだぜみたいなレベルだったらいいと思うんだけど、なんかこう、あの、めんつゆ持ってきましたとか、そういう感じになると、わみたいなのがあるかもしれないからさ、うん、なんかわかんないけど、なんだろうか、そば作れるように持ってきましたみたいなさ、あの、乾燥してるやつとか、まあクールっていう人もいると思うよ。 Oh, Japanese noodles, yeah! っていう人もいるかもしれないし、うわー、やっぱりアジアでヌードルやんけみたいな人もいるかもしれない。まあ別に、うん、そこはもうなんか自己判断ですね、うん、なんか
だから言い換えてみるとあれですよ、だからアメリカからホームステイで来てる人がいますとか言っていきなりカバンからハンバーガー取り出したぜ、うわアメリカやなみたいなさ、まあ、ハンバーガー取り出さないと思うけどさ、なんかそういううわコテコテやんけみたいな、それの逆バージョンみたいな風に見られても、まあ人によってはさちょっとこうまた下に見られる可能性もあるんだけど、うん、まあだからその自分でそのなんだめんつゆなり何なり持っていくのは、まあ、自分で生活する場合とかがいいんじゃないかなって思うんだよね俺はね。自分の生活自分でこう一人でなのか他の日本人と住む場合に、なんていうのかな、そういうことはそういうものは、揃えておけばいいんじゃないかなと思う。ホームステイ先でなんかやっぱりね、うん、変な風に思われることは極力避けたいからねっていう感じです。でそうですね、可能性としてはそのアジア人みんな一緒みたいに思ってる人もいるから、その区別がつかない人たちもいるから、いやそれ日本ですせみたいな風に訂正するのも俺は大事かなと思う。そのポジティブなことね、例えば、まあ、ポジティブっていうかそのこの食べ物は何々の食べ物よねつって、いやいやそれは日本ですせみたいな、日本発祥ですせつってだからいい機会にもなんでね、うん、その誤解を解くこと、誤解っていうかその間違って伝わってることをなんかちゃんとこう正せるというか、そういう面もあるんだよね留学って、うん、だから、素敵なことをいっぱい広めればいいと思う。日本ので一切日本の悪い、こととか言わない方がいいと思ってる俺は、うん、いや日本人っていうのは何々なんですよとかいうのはね絶対に言わない方がいいと思うよ。自分がそう思ってたとしてもね、まず自分がそういう風に思われるし、うん、そう自分がなんか見下されるというか変な風になるし、あとそんな悪いこと言って何にも得ないんですよ、うん、何にも得ないから、そう日本人に今まで会ったことがないかもしれないし、その家族がで自分日本代表だと思ってください、うん、で後にも先にも日本人に出会うのは自分しかいないかもしれないから、そのファミリーがそこで日本の変なこととか言ったらもう日本イコール変みたいになるじゃん。もうただでさえめちゃめちゃ誤解されてんだから日本なんて。だそれを誤解を解いたりとか、素敵なところをいっぱい、説明すると、うん、で分かんないですけど、例えば日本人はなんで何々なんだいとかなんかこう言われたりした時も言われたりしても、なんかそれをいい風に持ってった方がいいと思うんだな。いい風にっていうか、まあカルチャーが違うからねみたいな感じ、まあその質問によってはそれで済まないこともあるかもしれないけど、なんかな、俺だったらすごくなんだろう、よく説明すると思うけど、よくっていうのはいい風にっていう説明すると思います。そうかな、まあ、だからその政治的なこと、宗教的なこと、あと歴史的なこと、そうこれは話さない方がいいね、もう歴史みたいなこと始まると本当に終わんないからさ、こういうトークってさ、なんかいい風に進まないじゃん歴史の話なんて、もうどこの国の話も。それもなんだろうな、俺だったらいやまあ、それについては話したくないけど、みんな平和で行きたいよねみたいな感じで行くよね、だって逆に聞かれることあるかもしれないじゃん、君は何々についてどう思うんだいみたいな、それ違うこうなんか分かんないけど、自分のこととかじゃなくてさ、どう思うんだいみたいな、例えばアメリカがさ、その、タイムリーな話でさ、いやアメリカという国は何々なんだけどね、今何々と何々なんだけど君はどう思うっつって、いやー分かんないですね、ちょっと話したくないですね、それはでもみんな仲良くやってきたらいいですねって感じで終わればいいと思うんでね。そういうなんかこううまい平和的に行く方法ってあると思うんですよ。だそういうねコミュニケーション力を身につける、身につけるというか、まあ、身につけてた方がいいんだけど、そういうのうまくこうやっていく練習にもなると思うんだよね、ホームステイってね、そうでそれでなんかもうブーブーまた言ってくるんだったらもう帰りゃいいんですよ、そんなの平和で行きたいよね、いやそんなのはそんなふわふわした答えはダメだねとか言ってきたらうるせえよで俺帰るよね、そんなお前誰やねんみたいな、ってなっちゃうよね、俺そんな問い詰められるために来たんちゃうからみたいな、それぐらいでいいんですよ。だからもちろん
心の中に留めておきますよそんなの、うーんって感じで、俺はなんかこうなんのかな、うん、ニュートラルな感じでリアクションしますけど、うん、でも頭の中ではよし光の速さで変えよう、これホストファミリー変えようみたいになってると思いますそう、まあでもね、まあ、そんな話しましたけども、素敵な経験をしたっていう人もねたくさんいるから、ホームステイでね、だからね、そんなこうなんていうのかな、嫌な思い出にならない、ようにもさ、ためにもさ、こう事前にね、なんだろう、こう知っておいた方がいいことみたいなのですね、いろんな人の話をこう踏まえて今日はシェアしましたけども、でも最終的には、自分の判断だし、自分がどう思うか、自分がどう感じるか、うん、あくまで僕だったらこうするなっていう話なので、みんな、留学する人たち、ホームステイする人たち、楽しんでくださいね。それでは、いろいろ再生リストあります、見ないだろうけど、バイ。あ、そうそうそう、ちょっと井上城英会話レッスンやってますんで、その英会話レッスンでもですね、アメリカでこうなんだろう、リアルに使われているスラングとか、まあ、生きた英語をね、みんなに教えられるように、頑張ってますんで、もしそれも何かの参考になったらいいなって思ってます。はい、詳しい情報はそれも詳細に、載せてありますんで、よろしくお願いします。それではバイバイ。コースターにも乗った。